こんにちは、フィーパパです。この3連休で広島コッカーさんのオフ会にお邪魔するのに広島に向かいます。まずはミキのサービスエリアで休憩。ここはドッグランがあります。山陽道ではこのミキのサービスエリアはドッグラン、ロッテリア、スターバックスなど赤福も売ってるし、刃物で有名なミキ市の包丁やナイフなども売ってます。改めてこんにちは、パパです。で今日はですね、明日なんですけど、広島県の山の中、県民の森というキャンプ場あるんですけど、そちらの方で広島コッカーさんのオフ会がありますので、そちらの方にお邪魔させていただきたいということで、今中国自動車道を走っております。で最初ダイレクトに行こうと思ったんですけど、夕方になるということもありまして、実際には明日ということなので、湯原温泉が近くにありますので、 RV パークに電話入れましたら、湯原温泉の RV パーク、また平日なのなんと秋なんでしょうね、いっぱいでした。ということで、そこの RV パークさん、あそこは、村役場さんかなんかだったと思いますけれど、ご親切に紹介していただいたのが下湯原というところにひまわり館というところがございまして、そこが RV パークを始めたみたいなので、始めたのかどうか知りませんけど、そちらの方で、一泊させていただくことになりました。なんと料金が2500円ぐらいなんですけど、 お風呂がですね2名まで、その RV パークの料金で入れるということで、そこを予約しまして、あと96キロぐらいなんですけど、ゆっくり行ってます。真庭の古着屋さんです。西海岸来ました。行ってみたいと思います。はい、どうも皆さん、今日は RV パーク来てます。ここはですね、岡山県の下湯原温泉にあります RV パークです。実はここ一度来たことあるんです。昔 RV パークなかったんですけど、こちら見えますでしょうか。ここがねお風呂なんです。下湯原温泉という温泉でして、お風呂になってまして、確かですね今から行くんですけど、露天風呂オンリーのお風呂だったと思います。で、今日はですねこちらの方に、いわゆる大きい車停めれるとこはね、ここのスペース、こっちがなんかちっちゃい車みたいですね、いうところで、実はこれ1泊2500円なんですけど、そうしますとですね、別途ここにあります RV の入場フリーパスということで、本日何回でもお風呂入れますよと、8時半まででしたということと、それからですねこの建物なんですけど、その前にこれドッグランがありまして、ドッグラン30分貸し切り400円ということです。で、こちらの建物がですね、今から行きますけど、土足でお上がりくださいということで、なんとですねここはトイレになってます。トイレになってまして、これトイレです。綺麗なトイレです。それからですね、こちらにございますこの大きいテーブルね、テーブル使ってもいいですよとおっしゃっていただいたんです。
これ巻こうかな、この方も上からしまってるみたいですけど、まあとにかくですね、こんな感じです。で、まあ、2500円でねお風呂入れて、実はあの電源も使えるんですけど、うちとこう、今サブバッテリー3つついてまして、それから、上のソーラー、それから棚なんだろうね、ポータブル電源が今3つぐらいありますから、まあ、電気の方はまあエアコンをも使う季節じゃありませんから十分になりますから、大丈夫だということで、電源ももちろんあるんですけど、電源はね、500円かな、500円いるんですけど、電源なしということで今日は泊まらせていただきます。なんとですね、この大きいスペース全部使ってもいいですよということなんですけど、こんなところです。はい、というところです。はい、光が見てます。じゃあちょっとですねお風呂に行ってみたいと思います。実はねここ、男女、あそこ見えますでしょうか、男女露天風呂と、それからペットの湯もあるそうです。ペットの湯ね、ということです。マニュアのジビエということです。大人500円、子供250円、ペット1570円だそうです。温泉の露天風呂とってもいい気持ちです。久しぶりに先に飯を作ります。おはようございます。昨夜はこちらの RV パークで一泊させていただきました。非常に良かったです。というのは、こちらにありますこの家、この家がですねすぐトイレにもなってまして、それから炊事もできますし、そんな感じです。ゴミもここへ捨てられました。朝からですねちょっとガスってますけど、今日も何かあの11月としてはすごくあったかいような一日が続くそうです。今からですね車は出発しまして、1時間半ぐらいで今日のイベント会場、広島の県民の森まで行きたいと思います。いかがですか、この RV パーク湯原温泉にはこの近くにもう一軒1000円で泊まれる RV パークもあります。ひまわり館 RV パークも2500円だけど温泉に何回も入れるし、ここもお得感あります。